を出したのに、これと出す。陳情書はそもそもで言えば5月1日に出しております。それで全く同じものを、この1番は新たに加わる。そこの図で言いますと、青字で書いてあるのは陳情項目を、1,2,3,4,5 とありますけれどもね、変更しておりません。5月議会で審議していただいて、継続審議ということで、9月議会でもかなり集中して審議していただくということになっております。これは既に出されているものを改めて9月議会で取り上げてほしいということでの会見ということでよろしいですかね。それでね、その会見というのは5月時点の会見では項目ぐらいしか言ってないのを、ちょっと具体的にこういう中身でお願いしたいという、そういう展開をしております。これが陳情書一つは持たないと沖縄県へ、もう一つは国に対して署名用紙、これ辛坊さんにも拳を上げてもらっていい、それをこんな口かもってます。自分たちは 県だけじゃなくて、国へにも、国に対してもチェルノブイリ法みたいな法律を作って全国民守れという、そういう運動も合わせてやってます。9月議会で何ですか、採択してほしいっていうことを今書いてます。そうです、はい、住宅支援とかね、ちゃんと延長してね、それから未来金カードも大変避難者の方からは助かってると、それから沖縄共同病院、さっき矢笠先生があったように、沖縄共同病院みたいにね、この窓口負担をあそこはゼロにしてもらってるんだけど、いや少しというか半額でもいいから、なんか何らかの形でこの福島県以外の避難者に対してもね、そういう同じように協力してもらいたいと お願いをしています。特にですね、沖縄県民の健康を守る上で陳情項目の第4番目なんですが、通常の健康診断に甲状腺エコーと血液検査を織り込んでください。それから5番目に放射能環境を悪くしないために県がいくつかの水際作戦を取ってください。特に子どもに対しては給食の食材をきちっとコントロールできるようにお願いしますというような、そういう沖縄県民の健康ということ自体も放射能関連で要求しておりますけれども、これは今ご説明いたしましたように、日本の全国の人口減少そのものは年間で15万人もある状況というのは、沖縄県内でもですね、最近お葬式の数が多くなった、そういう声を聞いております。沖縄県でももうたくさん実は悲しいことなんですが、食べて支援ということで汚染地帯からのお米や野菜やお魚を食べて応援している、それが沖縄県民の急死あるいは死亡率を高めるという、そういうことにこうなっておりまして、ね、決して福島だけでそういう放射能死が起こっているわけでは全くありません。そういう意味でずっと私どもはそれも訴えていたんですけれどもね、統計の上で死亡率がこんなに跳ね上がっているんだという、そこらのところで、そういうデータが出てくるまでなかなか時間がかかっていました。これあったのでね、秋はね、ありがとうございます。もうコピしないでいいから大丈夫ですか。これが沖縄県、今こっちの説明をしているんだけど、それから
ここが国に対してちゃんと法律を作りなさい、この署名を今73筆ぐらい今集まって議会に出して、それが継続審議になって、できればこの9月議会でしっかりこう採択をして、沖縄県でできる範囲でね支援をしてほしいと。7000筆っていうのは5月1日の時点っていうことですか？現在のことですね。5月段階では5000数百でありました。今7000まで伸びておりますけれども、これも9月議会の直前に県知事に追加として出す予定であります。出されているこの要点説明収納は改めて県だったり県議会の持っていったりもするんですか？はい、すでに県知事、それから県議会議長、それから全県議の皆さんにこの具体的にこういうふうにしてほしいんだと、この文書そのものにお届けして市民によろしくお願いします。配布しているか。そうなんですね。して配布するだけじゃなくて、前にもこの各会派との話し合いを、したんだけども、また改めて、近いうちその各会派にも、自民党から共産党まで全部含めて、ぜひお話をさせていただきたいということでね、今そういうお願いをして日程の調整を今してもらっているところです。すごい基本的なことで私知らなくて申し訳ない質問なんですけど、未来家内カードは福島県の方だけなんですか？未来家内カードは福島県内の方と、それから他府県でも激甚災害指定地域に指定された地域の方に配られています。例えば茨城県 の水戸市とかですね、地震の大きかったところで激甚に災害に指定されている方が二来家内カード、福島県内の方とその方が二来家内カード の対象者になっておりました。で住宅支援で今全額補助が出ておりますけれども、この全額補助は福島県内からの避難者だけに限られています。その自主避難を含む方って大丈夫ですか？福島県の方は自主避難、そうですね、こちらに来ている方で自主避難って呼ばれている方、福島県内の自主避難、この方が住宅支援未来家内カードも自主避難の人も大丈夫なんですね。福島県内であれば、福島県内の方は住宅手当と未来家内カードをいただいてるんですね。私どもはこれ自体も福島県以外からの避難者に拡大して両方やってもらうことをね、今の厳しい状況で、とても大事だと、避難者に対してはですね、はい、今ねちょっと我が参加者なんですが、どうぞおっしゃってください。今私どもがね、原発事故避難者に公的支援を求める会としてホームページを開設しておりましてね、その中に今の日本の公害、放射能公害に関するいろいろな報告もいっぱい出しております。私どもの会の名前で検索していただくとホームページが
出てきますのでご参考になります。まあ、会員はどれくらいいらっしゃるんですか？私どもの会員っていうのは任意の会員で、毎週のように実行委員会と称して集まっているんですが、通知を私の方から出している人数が約30人で、その他に私どもがすでに去年の5月段階で避難者アンケートというのを実施してしまして、それを報告集にまとめてありますけれどもね、それらのアンケートに応じてくださった約290名、家族数で言いますと92家族、そういった方に通信を出して、それでいろいろ購入をしながら証言をいただいたり、証言自体は心を持っていただいている方に非常に多面的に訴えて集めていただいているというような状況になります。会員の方、その避難者、実際に避難されている方は何人ぐらい？会員の中で30名の中で避難されている方が17、8名、それで沖縄県の方が12、3名というような、そんな構成でしょうかね。市長知事県議に配布したのはいつ頃したんですか？新しい説明書は、つい、先週のね、水曜日ぐらいから会派別にずっと、お渡しするということです。郵送、7月下旬からというか。そうですね、7月下旬から送付してるわけです、それですでに全会派の全議員にお渡しし終わりました。これでさらに説明をさせていただく時間をぜひ取ってくださいという要請をしておりましてね、これで説明が可能になればもっと理解をしていただくことが可能になると思っています。この陳情そのものの中身と日本の今の公害がひどい状況になっていて、人の命が奪われているという、そういうことに沖縄県民の方のやっぱり注意を少しでも向けていただけたら大変ありがたいと思っています。もう誰でもそうなんですけれども、放射能のことを風評被害といって、これ言ってはならんような、そういう対象にされる環境の中でね、食べて応援っていうのは、誰でも食べて応援できるのが、僕はいくらでも応援したいという気持ちになります。それでも今の日本の現状で毎年15万人も放射能で命を奪われているというのは異常な事態でありまして、ね、これは累計するともう100万人近くにもなるような数になります。これが甲状腺と同じように一切放射能とは関係ありませんという建前で政府から宣伝されて、宣伝されるどころか何の注意も払ってもらえていないという状況でありまして、ね、これは日本まさに異常な状態だと思います。この日本全国の放射能の効果状況を示しているグラフもありますけれども、この背の高い部分、このグラフは対数弱で一目盛り上に行くと10倍になっていくという、そういうグラフなんですけれども、これだけたくさんの汚染があるにもかかわらず、政府は放射能の害があるのは福島県だけだと、そういう限定をして、
茨城とか静岡とか非常に高温泉のところそういうものはもう全く放射能の関係ないところだよというそういう対応をあのしてしまっておりますね。であの私どもは個人的には非常に腹が立っているんですが、オリンピック東京オリンピック誘致するときに首相がアンダーコントロールという嘘を言って、それで世界の若者を、日本に招く。でそのためにあの本来ならば日本のこの健康被害に陥っている人を救済すべきお金がオリンピックに2兆円を出されるというそういう状況になっておりまして、これはあの国際的に見てもあのまさに異常人権状態だと思います。辺野古高江がこういう強権的にまさにあの暴力で、設置させられようとしているのと中身は本当に同じだと思っております。ぜひあの先生が今おっしゃったんですけど、これ中日新聞社さんのですね、特報なんですけど、事故直後にですね病気になるっていう特報を組んでですね、医学博士の福島先生からチェルノブイリ膀胱炎になるとかですね、この中日新聞だったかな、川島さんだったかな、川津さんか、この初めに癌になる前に心臓病とか糖尿病になるよっていう結構の記事がもう出てるんですよね。だからぜひ沖縄のですね新聞社さんにもですね、この前回のこの今回の記者会見のみならずですね、特報を組んでいただいてですね、継続的にですね深掘りしていただいて、ぜひこの基地問題と同じようにですね、この放射能災害のですね被害のやつを調べてもらって、政府の嘘を岸問題と同じようにですね、戦ってもらいたいなと。でもう実際これだけのですね資料がですね、資料というかもう文献とかいろいろ新聞に出てるんですよね。もう飛田博士とか飛田さんとか、あとこれはフライデーのやつなんですけど、この女性のお子さんの甲状腺が癌になったとか、あとですねこういう文集だったかな、この、まあ、事故当時なんですけど、もう何千倍にこういうになってるとかって結構記事が資料がいっぱい出てるんですよね。ぜひあの沖縄の新聞社さんとか沖縄の方はこういうふうに怒られちゃうんですけど、関心がない方多いんですけど、実際こういうこれだけの資料と2回これ現代かな、もう東京がこれで汚染されてますっていう記事になってるので、こういう過去の記事を入れないですね、いろいろ調べていただいて、ぜひこれを今回ののみならずですね深掘りしていただいて、今先生がおっしゃったようになぜこういうふうに移ってくる人が必要いるのかと、そもそもなぜ移ってこなくちゃいけないのかと、で食べて大丈夫なのかと、なぜ病気になるんだと、そういうただこの病気になるんじゃなくて、ここのやつを調べていただいて裏取りしていただいて、あこれはやっぱり病気になるなと、で、先生が今資料を出していただいた、これじゃ病気になってこれだけ被害が増えるのは当たり前だなと、そういう深いこの解説を踏まえた特報をですね継続的に組んでいただいて、政府と戦っていただきたいって言ったら怒られちゃいますけど、もうどっかの政府が大臣がこの沖縄の地元社を潰したいとか横暴なことを過去に言ったことがありましたけど、逆に政府がここに嘘ついてるんじゃないかと、これだけこういう事情があってこういうふうにやつを隠してこんな大きなことを隠していいのかと、そういう視点でぜひいろいろ深掘りしていただいて、で、実際避難してきてもやっぱりもう言っても無駄だろうとか、あもう言うとこの圧力があるからって結構黙ってるお母さんとかもいるので、それに成り代わってですね真実を暴いて、基地問題と同じようにですねこれだけひどいことをしてるのでいいんだろうかという真実に光を当てて、やっていただきたい。ぜひもう実際文献としてこれだけあちこちの文献とかって結構出てますんで、どうしてもこうやっぱり沖縄の中ではあまり関心がないからそういう記事にならないのかとは思いますが、もう実際沖縄にも来てるし、食べ物とか福島の米とかも来てますし、椎茸とか結構汚染濃度が高かっ
ったり電光とか高かったりするんですけど、そういう常識な一部気をつけてるお母さんたちがは当然のことなんですけど、でもこちらにとってはその人にとっては何それっていう形もありますので、ぜひその汚染土等を調べていただいたり健康被害を調べていただいて、それでなんで移ってこなくちゃいけないのか、でそれで移ってきたりしてきて、うん、昨日のまま移ってきてる人がいるんで苦労しちゃってる人がいるんで、こういう支援の要請になってるというその背景を深掘りして特報を組んでいただいて、ぜひ社会に提起していただきたいと強く願う次第でございます。ちょっと戻るんだけども、さっきの先生がほら食べて応援の問題があったんだけど、具体的に数字でいうとね、日本分析センターが平成20年度事業報告書の中で2000、その事故前は例えば浄水、水これが 0.00004 ベクレルだったのが、事故後10ベクレル、25万倍になっている。そしてお米が 0.012 ベクレルだったのが、現在は100ベクレルの基準にしないと合わないと、実態がそうだった。実に8300倍、今歳が0.008 ベクレルが現在100ベクレル12500倍、牛乳が 0.012 ベクレルが現在を2014年度は50ベクレル4200倍、そして魚類 0.091 ベクレルが現在100ベクレル1100倍と、こんだけ汚染が進んでるということだから、もう食べるっていうのは大変なことだ。それで沖縄にもほら、でも、セシウムがね、今度からあの木材、汚染地帯から木材が入り込んできて、でこれでこう木灰汁を作って、ここで小麦粉をこねてピザの生地を作って、セシウムが検査したら出てきたとか、それで腐葉土がからも発見されて、そういうことがあって、だから自分たちはこの要求項目にも県に対しても入れてるんだけども、貨物、先生もおっしゃってましたけど、これ貨物を水際で食い止めると。して自分はタイムスに投稿したんだけど、給食、この避難者のアンケートを取ったら、皆さんみんな子供と母子避難してるのはもう本当にここの給食をとても心配してる。お家では自分でね、安全なものを取り寄せてどうのこうの言ってくるけど、学校給食ではどうしようもないもんだから、それで学校給食でも やっぱりこう各給食センターにね、放射能測定器を置いてしっかりこう検査してもらうとかね、そういうこともやってほしいというね、一番子供がこう放射線にこう反応しやすいのでね、そういうことでもこの食っていうのは本当に命に関わることなのでね、これについては今後こう警鐘を鳴らしていかないといけないなというふうに思っています。今のことは私どもの陳情の5番目の第1番目の子どもたちの給食食材というのを要請しています。